プーラ駅は、クロアチア西端部の都市プーラ町の北部に設置されている鉄道駅である。海岸近くに立地しており、近くには旅客船の発着場なども存在する。なお、機関は 1435mm の標準機である。プーラまで鉄道が延伸されたのは1876年のことであり、プーラ駅が開設されたのも1876年のことであった。 それ以前は、砂利道の陸路での輸送もあったものの、プーラ港を利用した海運が大きな役割を果たしていた。これに対して、鉄道開通後は、鉄道を用いた貨物輸送が、プーラの町の産業の発展につながっていった。例えば、プーラにある造船所への資材の運搬などにも鉄道は利用され、鉄道開通前より効率的に造船所は稼働するようになった。 さらに1904年には、プーラの町に路面電車も開業した。しかし、この路面電車は1934年に廃止されるなど、プーラ駅の重要度も低下していった。2018年現在においても、プーラ駅には旅客列車と貨物列車の両方がやってくるものの、前世紀と比べると列車による輸送密度は低下した。プーラ駅から数百メートル圏内に、 以下のような施設が存在する。造船所のアリアニックへと伸びる貨物船。客車はプーラ駅止まりであるものの貨物船はさらに先まで伸びている。プーラの造船所のアリアニックへの貨物輸送のための約1 3キロメートルの路線は2018年現在でも使用され続けている。2018年現在の鉄道駅のプーラ駅は プーラの市街地から見ると北側に位置している。ただし、1904年から1934年までの間は、プーラには路面電車が運行されて、市街地の近くまで鉄道によるアクセスも可能だった。ABCDEFG エレクトリックトラムレールウェイステーションハット AB、プラトレーンステーション、ハットバスステーションインプラハット、地球の歩き方編集室。 地球の歩き方 A34 クロアチア、スロベニア P95 ダイヤモンドビッグ社2011年3月18日、発行は SBN978 から4から478041031、レールウェイステーションプラ。ありがとうございます。